一教師です。鬼塚英吉22歳、教師として家庭訪問に参りました。誤解だぞ誤解。それにこれは傷害罪だ。訴えるぞ。訴えてみろえ。ユーラシア大学空手部4年鬼塚英吉、逃げも隠れもしねえぜ。なんだてめえは。教頭先生に危害を加えることはこの鬼塚英吉22歳、面接番号23が許さねえ。君は はい、こちら鬼塚英吉22歳、職業長距離運転手。今度中等部3年4組を担任することになった鬼塚英吉22歳、独身、趣味は今日からこのクラスの担任になるグレートティーチャー鬼塚だ。よろしく。一教師鬼塚英吉22歳、逃げも隠れもしねえからよ。学校面白くすんのが俺の仕事っすから。鬼塚英吉22歳、よろしく。どうも鬼塚英吉22歳、独身です。趣味はコスプレとインターネット。よろしく。だからそれをやめろと言ってるんだ。それを耐えろ。3年4組担任鬼塚英吉22歳、よろしく。はじめまして、聖林学園でトロ、あ、いや野村くんの担任をやっている鬼塚英吉22歳、独身です。どうかお見知りおきを。どうも鬼塚英吉22歳、独身です。なんだ君は。鬼塚英吉22歳、よろしく。3年4組担任鬼塚英吉22歳、独身っす。超スーパーウルトラミラクル運の強い男、鬼塚英吉22歳、よろしく。